写真拡大。右肘周囲の筋肉の張りを訴え、前日1日に出場選手登録を外れた巨人山口俊投手32が2日、川崎市のジャイアンツ球場で行われたバーム練習に参加。グラウンドで約30メートルのキャッチボールを行った。ここから一番大事な時期なのでね。今後強度を上げていきますし、僕自身、最短の10日間で一軍に行けるように準備をしていこうと思っているので。山口は今季18試合に登板し、いずれもセリーグトップの11勝2敗、防御率 2.55、勝率846、131奪三振の投手4冠。5月終盤にエース菅野が離脱するなど苦しい先発事情が続いた中、3、4月度と6月度の2度、月間 MVP 賞に輝くなど、先発の軸としてチームを引っ張っていた。今後については、そこに関しては僕が決めることじゃないので、ファームのコーチと一軍の監督、コーチの判断でしょうしとしつつ、僕はね、どのタイミングでも上がれるように準備するだけなのでと、早期復活を目指す決意を。